生じ、生じ、生じ、とは、不必要な磁性を減少、または除去する処理。リー・カウッシングの名は、磁性の分野における初期の研究者、カール・フリードリヒ・ガウスの名前から取られた。磁性にはヒステリシスがあるために、通常は磁性を完全にゼロにするのは、不可能である。そこで、生じは、主として、バイアスと呼ばれるとても小さい基地の性を生じさせる。 最初にこの用語を用いたのは、第二次世界大戦中のカナダ海軍予備員のチャールズカイ・グッドイーブ海軍中佐である。当時、RCNVR はイギリス海軍に大打撃を与えていたドイツの磁気機に対抗しようとしていた。船体の鋼鉄は、航行中に地磁気による誘導で磁気を帯びる。磁気機雷は、この磁気を帯びた鋼鉄が起こす磁場の変化を検出するものであった。 グッドイーブラ海軍の科学者は、この磁場の影響を相殺する、すなわち、船全体の磁場の輪が、背景の磁場と等しくなるようにする、ために、船体内に小さな上向きの、N ポラップ磁場を発生させるシステムを多数、設置した。ドイツ人は自分たちの嫌いの起動する磁場の強さを、表すのにガウス、ガウスという単位、当時はまだ標準になっていなかったを用いていた子から、グッドイーブは、 嫌いに対抗するこのようなプロセス一般をティーカウシング、障子と呼び、後にこの用語が世界共通で用いられるようになった。最初の障子の方法はコイリング、コイリングとして知られる電磁コイルを船体内に設置するというものであった。この仕組みは船体周辺の磁場を継続的にバイアスすることに加え、嫌いが下向きの S。 ポールダウン磁場を検出するように設定される南半球ではコイルのバイアス磁場を逆向きにすることもできた。イギリスの船、特に巡洋艦や戦艦は1943年前後までこの方法で十分に防御されていた。しかし、このような特殊な装置の設置には非常に高額の費用を要し、また全ての船に必要な補修を施すことは困難であった。そこで、 海軍は、ワイピング、ワイピングと呼ばれる次の手段を開発した。これもグッドイーブによって考案された。この手法の発展してものが現在でも使われており、ディーパーウィングと呼ばれ、船体障子で解説されている。当時は単に船の側面に、約2000アンペアのパルス電流が流れる、大きな電気ケーブルを引き回すというものであった。これによって船体に小さな磁場を起こすことができる。 障子の効力が時と共に薄れるのは、はじめは波や船のエンジンの振動が磁場をゆっくりとランダム化していくせいだと考えられていたが、テストによってこれは本当の回答にはなり得ないことがかった。正確には船が地磁気中を航行していくことで船体が障子の効力を打ち消していくように地磁気を拾うことためだと後にわかった。このことから、 艦長らはできる限り方向を変えながら、航行するように指導された。それでもバイアスは、最終的には消えてなくなり、船は定期的に消じしなければならなかった。小さな船では、対戦の間はイピングが行われ続けた。戦後は、磁気進艦の性能が向上し、磁場そのものの強さだけではなく、その変化を検出するようになった。この進艦では、 従来の方法で生じされた船には船体に磁場の強い点があるため、これを検知できた。そこで、船体の磁界の正確な方向が測定され、磁界を発生させる装置も特定されるようになった。そしてこれらの影響を相殺するために、生じシステムは複雑化し、すべての軸、方向の磁場を除去できるように3セット以上の独立したコイルを含む近代的なシステムになっていった。 現在、障子はブラウン管のテレビやモニターで最もよく使われる。例えば、多くのモニターはブラウン管面近くに金属板を置き、後部から発射される電子ビームを受ける。シャドーマスクと呼ばれる、この金属板は外部の強い磁場の影響を受けることで画面の変色を引き起こす。この現象を最小化するために、ブラウン管は画面の周りに、 生子コイルと呼ばれる導線のコイルを持つ。内部にコイルを持たないブラウン管も外部の携帯用コイルを用いることで生じできる。性能の良い生子コイルは大きな場所を必要とするため、一般的なブラウン管に実装される生子コイルは外部コイルよりもはるかに弱い。生子は高速で発進し徐々に振幅が小さくなる磁場をブラウン管内に発生させ、 シャドウマスクに対峙したランダムな微小磁場を取り除く。これにより変色が取り除かれる。多くのテレビやモニターは電源投入時、画像を表示させる前に自動的に表示を行う。この時に流れる大きなサージ電流により、ブーンという音や大きなハムノイズが聞こえ、画像が小刻みに揺れて見える。表示機能は操作メニューから選択することで実行することもできる。 ほとんどの民生用機器では、生じのために流れるサージ電流はサーミスタで制御されていて、正の温度係数を持つ。すなわち最初は抵抗値が小さい電流大が、生じのための電流によって、サーミスタの温度が上がると急激に抵抗値が大きくなる電流小。このような機器は、電源投入時に回だけ低温から高温へと変化するように設計されているので、 繰り返し電源を入れ直しても大きい電流は流れないため障子の効果は薄くなり故障にもつながるため推奨されていない。コンピュータなどのデータは軸と呼ばれる非常に小さな領域に対して磁気の配列を変えることで磁場の向きを変化させるという方法でハードディスク、フロッピーディスク、磁気テープなどの磁気メディアに記録される。この現象は方位自身の針が 一時期の向きを示すのとほぼ同じ方法で起こる。障子は特に決まった方向を持たないランダムなパターンを軸に残し、結果としてデータを修復できない状態にする。いくつかの軸は障子をした後でも、磁気の配列がランダム化されない。これは残留磁化によるものなので、こういった軸が持っている情報を残留磁気、EN マグネチックと呼ぶ。適切な障子を行うことで、 データを再構築できないような小さい残留時期しか残さなくることが可能である。障子によるデータ消去には二つの方法がある。一つは交流による障子であり、メディアは交流事情を受けることで最初持っていた高い磁場から時間をかけてその強さを減少させられていく。もう一つは直流による障子であり、メディアは永久磁石からの直流事情を受けることで軸の 磁気配列を飽和させられる。磁気メディアの消示を行うために磁場を発生させる装置が正直である。オーディオ用オープンリールテープや VHS ビデオテープなど多くの磁気メディアは消示を行った後でも再利用することができる。これら古くからあるメディアは固定された磁気ヘッドから発生する新たなパターンを上書きする形式の単なる磁気的には未加工のものだからである。 しかし、ハードディスクや磁気テープといった、いくつかのコンピュータ用データ保存メディアには、消耗を行うと、その保存システムに損傷を与え、二度と使えない状態になってしまうものがある。これは、磁気メディアに書き込まれているサーボ制御データと呼ばれる、特別なデータによって制御される、稼働磁気ヘッドを持つ装置の構造によるものである。このサーボ制御データは、製造工場において、 特殊な書き込み装置によって一度だけ書き込まれるものである。このサーボ制御データのパターンはいくつかの理由から通常上書きされるものではなく、磁気ヘッドがメディアのデータトラックをまたいで正確に位置取りをするのに、突然の振動によって装置動いたり向きが変わったりするのを補正するために利用される。障子は保存されたデータだけでなくサーボ制御データも無差別に消去してしまう。そして、 サーボー制御データが消去された装置は、磁気メディア上のどの位置でデータを読み、または書き込むのかを決定することができなくなってしまう。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。